しいと願ってるんだ。お願い。いつまでたってもこのご時世は良くなりそうな気配もないが、小さな僕をしよう、そうこなくちゃって乗ってよ。鍵を開けたら夢の始め、二人の笑顔が中に弾ける。お互いのことを本マグロトロ丼にしようかな。これこれにします。本マグロトロ丼これにします。あ、分地限定メニューもう決まりました。しかも中トロ丼っていうのか大トロ丼ですか。中トロ丼もあります、ね。言ってましたよ。マジ？いやなんか大盛りと普通どうします？おかわり自由ですから。おかわり普通で。おかわり。この丸太だいぶ動いてますけど、やばいっすねこれ。うわ川、うわたまにここでテントとかうわジャポーンみたいな、めっちゃいい。あの時はあれまだあるのおすすめしない。滑る、滑って危なそう。じゃあ雨の日はこっち行った方がいいんじゃないですか。いや、そんな滑るんですか。めっちゃ滑る気がする。行ってみていいですか。お、行け、行きます。おお。あっちも行ける。下回り、まあなんかギザギザしてるからまだ、うん、今日滑り止めは言えてるんですけど、はい、結構苔蒸してきてるんで。確かに。おー開けた。ガチな脊椎じゃないですか。でっかい、ね、結構ガチですね。でっかい動物の脊椎だったね。ジャリッキーめちゃくちゃ、当たり前といえば当たり前なんですけど、ここはね張ることないできます。下も OK なんですか。うわーこれはいい。あとあのここソフトバンク以外電波入らないんで、これ Wi-Fi、はい、あー Wi-Fi が、あ本当消えてる。やばいやつだ。仕事できない。この辺りは大体です。この辺は Wi-Fi がつながる。ここあるんですけど、まあ、30分ぐらい上がったところまであの歩いてあのミオなんですよ。30分だから一番上に行くとどこも通じないんですよ。じわーっとしてるところがいます。あーじわりたい。夜は吹いてる。あの横にあの小川流れてるじゃないですか。普通にあの小川の方が短いなんで、上水陣も出たらあそこの道全然行けるんですよ。あで上の方上がったらあの結構テント場としてちゃんと開拓されてる場所が何か所かあるんで、出会いしたいとか一人で出会いしたいとかもう向こう上がってくる。
道具の中にマッチングコーブあるんで、うん、あそこでもう雨の日とかは僕限界やっちゃったりとか最強っすねもはやキャンプではなくなって宴会で、そうですね。向こう側にも実は野営地があるんですけど、まあ気合で渡らんとあかんの。橋が流されてる。あれ下に降りるのじゃないな。ある程度は何もいけるお買いくださいとかね。ああ、結構いいっすね。まだありますか？まだ。すごい。こんにちは。ここから使うって書いてあるところからだ。出した分と同じぐらい割ってくれば。ああ。割って、あそこに詰めていくみたいな。さあして。だから割る限りはご自由にお使いください。玉があるからこれ割って。いいまな板みたいなのありますからね。確かに。すごい。おお。はいやつよ。これは。ああ、なんじゃこれ。なんか武器が、うわうわこれ。ドラゴンマスターや。いやドラゴンマスター重っ。いやいやいやこれは持てないです片手じゃ。これ1個目ですか。1個目ちゃうかな。1個目ですね。ドラゴンマスター。斧の比較が試される。比較がちょっと。これもすごいけど。すげえ。何でこっち？あ、痛い痛い。気をつけてくださいね。気をつけてください。これちょっと気抜いたら、気抜いたらマジでね、サクっていきますよ。いや、この刃もすごいっすね。ちょっと戻せないぐらいです。めちゃくちゃ重い。これ何キロぐらいですかね？ガッツ用です。ガッツ用。正直言うと、オリダクさんやばいんですよ。ムキムキなんですか？オリダクさんの巻き割り見ると、巻き割りの人生感がありますよ。そう。まず巻き割りってこんな感じじゃないですか？あの人。ね、全体重乗せてますよね。パーンっていくんですよ、ほんまにね。マジ怖いですよ。見てみたいなぁ。ありがとうございます。また。販売用のお肉です。さっきもちょっと言うと、販売用があるの。僕が起動した。冷蔵庫。70万。買った時も目指せる。ああ、でもこうやってビールとか買うことができる。しかもペイペイとかね。そうこのなんですかね、ウッズペイみたいな、ニオペイはなんかあるんでしょうね。電子レンジ等々一式揃ってるんで、もうなんかここにおると避難できますねこれ。奥になってきた。これラルマストーブみたいな。うかつに夜はここで宴会になりがちなんです。そんな感じですか。いやこれは皆さんすごい。さらに。おーすごい。古民家いいなやっぱ。いやいいな。古民家欲しい。あつぼみがもうすでに。これは綺麗。これ桜。古民家はこんな感じですね。いやすごい。いやこれいいなロケーションが。以上。さあどこに貼ろう。あここはここで全然ロケーションも。いつもハンモックやったらここ来るんですよ。設定できました。悪いなと思って落ちたら刺さったんで。アンダーキルトもつけて。この木の間隔が1、2、3、4、5、6、7、7歩ぐらい。忍者タープだと、まあ、こんなぐらいで一応カバーできてるかなって感じですね。はい。理由がある。ちょっと出せない。ああ。そう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 。洋介さん洋介さん。そっからこっちにちょっとパーンしてください。やばいっすこれ。酒の量。
アホですか皆さん。なんでみんな揃いも揃って日本酒持ってくんの。絶対なくならへんわ。ちょっと待って、何本あるこれ。場を間違えて焼酎を1本2本3、4、5 5本日本酒だから1升、2升、3升、3.5 升と焼酎が、うん、4合瓶が1本。すいません、また1升持ってこようと思ってるんですけど大丈夫ですか。あじゃあ、おじまるさん持ってます。はい、持ってます、持ってます。はい、まず並べておきましょうか、はい、まあ、ちょっと1回持ってきましょう。一応持ってきましょう。1回持ってきましょう。これ、缶ビール持って帰ってきて。チョコなんチョコ。これちょっとタマキャンメンバープラス小島るさん用に。え、ちょもう焼きすぎの。すごい。あ、これ何選んでいいの？え、どれがいいですか。柄確かに一つ一つ違うもん、ね、全部違う。木なんで違うんで。まあどれがいいか。じゃあボンさんに1個。ああすごいこれ。見よう。あ確かに。雨のおかげで人いい品買ったから。行く。あてに、あてに、あ、めっちゃいい匂い。うわー、うまそう。やばー、やばー、かわいい。すごい、かわいいの、脂肪焼いてある。 YouTuber の囲みができてる。温めなくて大丈夫です。うわー、めっちゃいい匂いしてる。え、こんなとこ売ってんのこれ。これはじゃあビールですね。パンなんかどうかわからん。これぐらいで薄く切ってった方が、あのサザエとアワビだけはちょっと身が硬いんで。最初入れたの入ったの。おじいちゃんとかだと本当に噛み切れなくなっちゃうらしいんで。満タンとかはない。薄く。怖いっすね。でも入りきらんかったら多分漏れるじゃん。すごい。ちょっとまだ早いな。そうだよね。あれにはちょっとまだ早いな。美味しそうな顔する。うん。まあ、おいしい。これあるよ。あ、これウイスキーやわ。ウイスキー？いただきます。これウイスキー、ウイスキー。ただ全然飲んでください。本当だ。めっちゃ高いわ。そのレベルの焚き火が許されるんであれば、うん、それは焚き火すればいいのよ。この下でね。そう。これがオッケーならね。カープだ。あれじゃないですか。吉助さんじゃないですか。どういうこと？まあまあ、吉助さんからこのツバを使って、ランタンスタンドが作れないかなっていうことをやったんです。じゃあもういっそのことを組み合わせ方ができる、例えばあのテンションかかったらがっちりするみたいな形とかできるんですけど、こういう金属のパーツと金属のパーツを使ってなんか面白いことできるんじゃないのかなっていうことをやりだした結果、内刀とこのツバを使って僕がランタンポールというランタンスタンドを作ったんですよね。これギア化したいって思って、うん、福田様の方に言ったらこういうもん作りたいんですけどってお声かけさせていただいたのが基本的にはきっかけですね。うん、クリエイターさんとかとあのペグとか使ってこうやって組み合わせたら面白いことできるんじゃないのみたいなことを一生懸命やってたんですよね。ユーザーさんの持ってる左右と僕の左右でなんかこうやって合わせて写真撮りたいなとか、ゴッタの方に問い合わせくれたらあの販売するところとか教えしますんで、うん、まあ、よかったらよろしくお願いします。あ、ゴッタさんに入れる。顔影、うわ、素晴らしい色してる。素晴らしいです。これ食べてください。しかもあのゴッタのスパイスでね。あ、なるほど、ゴスパで。ゴスパでね、勝手にまぶされたやつね。あ、しめ鯖美味しそう。自動販売で。また来たの君らも。君らも来たの。また後でな。また来る。じゃな。城に帰ってきました。リリックタープで覆われた。野営地って言うんですかね。やばいっすねこれ。めっちゃ買ってる。DD タープの城に戻ってきました。2か所あるじゃん。知らない。釣り橋と、デカ方、どっち？釣り橋。どっち？僕はいつもそっちと違う方に行く。あ、分かる。手前は風呂に入れる。はいはいはい。これ五右衛門風呂がある。肉焼けちゃったんだけど。あ、いただきます。これお願いします。でも味ないっす。あ、大丈夫。味ないっす。もうこのままいただきます。ああ、これで。こいつこいつで。ゴキブリ出るんですよ。え、あっこ出るんですか？あっこ林でも。林の中で振ったらめっちゃゴキブリ。醤油で。ゴキブリとアリ、アリエグイ。これは絶対うまい肉。
じゃあ、はい、2日目、はい、我々は初日、よろしくお願いします。はい、関西さん合流。いらっしゃい、関西いらっしゃい。あれじゃない。おお。いいっすね。これはちゃんと入れなきゃい。今それこそこそげる。これね。うん、うん、まっ。さすが何割回復した？え、もう100%。おお。バーガー。容器ちょっと狙いにくいですけど、とりあえず言ってたらですね、帰ったらあの、うん、オーシャンラインにどっちのあだ名変更あ、そうだね、ちょっとみんなに通じてなんでギアショップとかで買ったやつじゃない、雑貨屋さんとコーヒースタンドです。こっちは全部キャンプギアで買いました。スタンド自体が雑貨屋さんで売ってるんで、そうす、売ってます。へぇー、ちらっといいな。ピッターが入ったのアカウントが豚バラさんなんです。ラインのアカウント、ラインのアカウントが豚バラさんです。大失敗。これ使っていいですか？今ライトで使える。美味しいところ。美味しいとこです。この無地。あとはブラス。コロッケ。まだまだ。ケンちゃんから。いやこれ使ってほしい。こうやってもう撮影してます。で始まりました。楽しそうだな。今日ご紹介するのはこちらの、今日は何を紹介するだにゃ。工場長こんなとこにいた。うわ、いたいた。なんだ、伸びるにゃ。伸びるにゃ。今日は欠品にこれ超おすすめなんですよ。今あの全部ギアを、細かいものはこのパッキングニットって、アンドゴーってパッキングニットで、あ、はいはい、あの全部くるっとひとまとめにもして積んできて、でなんか袋にポコポコポコって入れてバックパックでポンって入れちゃうっていうような使い方をして、はいはい、これ新潟県の栃尾市で作ってて、栃尾市、栃尾、へえ、そうなんですね。栃尾にしかない染色工場っていうのがあって、あ、染色技術がはいはい、土地をだけに残ってる世界でも一つだけの染色工場なんですよ。そんなですか。マフ染めっていう、マフ染め、マフ染め、カタカナでマフ染めっていう、その技術と、あと土地をってなんかこうニット繊維を作るなんか工場とか、結構新しい繊維を作るみたいなのがいっぱいあって、はいはい、これナイロンなんですけど、
ナイロンとあのゴムの編み込みなんですよ。あ、だから伸びるんですか。だから伸びるんですよ。これすっげえ伸びる。ビヨーンって。あ、こんだけビヨーンって。すごいですね。すごいでしょ。これ入れて、こうして、これをグリーンってやると。おお、すごい。ほら、こんな感じで。あ、いいっすね。ポンポンできる。これなんかあの、Mac とかパソコンのケーブルを包むように開発されたもので、はい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 、それをなんかね、ユーザーがいろんな勝手に使い方を考えてて、様々な使い方をしている。これが、あ、キノコが飛んでる。キノコには弱い。あ、今穴開いた。キノコには弱い。キノコには弱い。まあ、仕方ないですね。ナイロン、ナイロンですね。で、これがあの、四角い。あ、本当だ。ちょっと四角い。四角はどんな感じで使うんですか。はいはい、このカメラ本体そのまま包んじゃうんですね。そのまま包んじゃう。四角で、あ、確かに、うん、もともとカメラ用だったりもするから。ああ、いろいろ使えるからいいっすね。なんかロット数も作れないんで、ちょっとお値段的にはこれぐらいかかっちゃうらしい。世界に一つですからね。そう、工場はね、世界に一つ。ありがとうございます。てててん、なんでエンディングまで歌う。てててん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 。ボンさん、イエーイ、小豆島、イエーイ、行くぞ。これから小豆島。いやちょっと泣いてる。でも行っときたいから。真ん中の方行ったらね、尋常じゃない、あの、ま、一番ほら出会うだろうね。バカやめろ。ボンヤ通るかやめて。だって木がさ、鉄板入ってあの網がある。泡もも。おお、キシキシ言ってる。うわー。どこ。無理無理無理。うわ、揺れてるわ。すごいでしょ。すごい。今でも風ないからいい。すごいな。結構揺れてるよ。結構揺れてる。でしょ。いやちょっと手に汗かいてきた。カメラ落としそう。アニメ、アニメが。うわ、怖え。映画大丈夫だから。ギガ入る。一人いないけどね。一人足んないね。うわ、これスミス写真も撮ってたら超優秀。優秀。ノーマルさんで木の方。ああ、でも、うん、まあ大丈夫。まだ。いやでも想像以上に怖い。いやね、めっちゃ怖い。しなり具合とかさ。すごい、そんでねじれんの。この横さんも木やね。木よ。え、マジで？鉄じゃないから。あ、木なのかこれ。横さんも木。サイドのこれも木やから。怖。あそこね、昨日いた場所はヘリポートの先ぐらい。走っちゃダメ。走っちゃダメ。ヨシケさんゴール。はい、ゴール。まあ、どんどんこれ。長い。長いよ、またこれ。観光客は二輪車で渡ったらあかんから。ああ、じゃあ地元はいいんだ。地元の人は原付で渡っていいでしょ。はい、え、原付？絶対やだ。え、地元の人は原付行くんだ、これ。一回だけ見ましたよ。チャリでも怖くない？